ほい、どうもこんにちは。ということで、今回はこちらのゼスカイターンを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、今週末行われたストリクセイブンチャンピオンシップにおいて、ヒストリックで暴れまくっているデッキですね。今回はトップ8に入っているサムパーディーさんのリストを紹介します。基本的な動きはマグマオパスやプリズマリでトークンを出し、複数の独創力でロアホールドを踏み倒して、さらにロアホールドから時間のねじれかメジックスの熟達を踏み倒し、一生自分のターンで勝つというデッキですね。複数の独創力だけに頼っているわけではなく、マグマオパスディスカードからの3ターン目にミジックスで踏み倒しという動きもできるので、さまざまな角度から攻めることができるデッキですね。4ターン目には無限ターンで勝てるということで、カウンターが入っていないデッキ全般に強く、逆にゼスカイコントロールのようなデッキには弱いデッキになっています。はい、ということで今回は2パターンの勝ち方を収録していますので、実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手、ちょっと動きづらいですが、ただ土地が引ければ、4ターン目にはコンボを決めることができるハンドですね。あとはまあ相手がアグロだった場合に耐えられるかどうか。ラノエルスタート強いですね。さてまずこれ次のターンにプリズマリの命令打ちたいんで、タップインさせていきましょう。さあ、相手は緑タンか、もしくはグルール。はい。グルールですね。まあ、基本的には有利なんですが、ただ、まあ、ハンド的に耐えられるかどうか。さあ、ここは呪文砕きから。とりあえず3点。さあ、これで次のターン、赤マナが引ければ、コンボが決まっていくんですが、ラノエルは除去りたいので、除去りつつ、トークンを出していくと。まあ、やや強気にラノエルを除去らずに、2ドロー2ディスカードをしてもいいんですが、最低ここはクローティス。クローティスはかなりありがたいですね。ただ土地を引かず、まあ一旦反復打っていきますか。はい、土地を2枚引いていく。ドワーフを手札で、滝をプレイでいいですね。まあこのターンは一応記憶の欠落を構えていきたいということで、滝をプレイしてカウンターを構えていくと。さあ、相手はクローティスで2点ドレインしていきますが、まあこうしたコンボデッキに対してはそんなに脅威ではないクリーチャーですね。さあ、相手4マネ目を持ってきて、これはまあカンパニー構えっぽい感じですね。さて、ということで独創力をキャストしていきましょう。これでまあ無限ターンが決まれば勝っていけるんですが、まあ無限ターンが決まるとは限らないので、さあ、ロアホールでとりあえず殴っていく。はい、とりあえず1回目の時間のねじれを打っていく。これでまあ10点削れるところまでは確定ですね。というかあれか、ロアホールドも除けられなかったら勝ち確ですね。手札にねじれがあって、さらにプリズマリの命令も持っているということで17点確定。はい、もう一回時間のねじれ。とんでもないですよね。ロアホールド出た瞬間に、この無限ターンが決まる可能性があるという。さあ、追加ターンはすでに得ているので、冷めたい風で、トークンをさらに出していく。これ中退。まあ、到達持ちのクリーチャーなんかがいれば、はい、これはもう勝ち確ですね。さあ、さらに発展入れて、もう一回時間のねじれ。何ターンでも追加ターンを得ていくと。さあ、追加ターンからさらに発展。で、ミジックスからもう一回時間のねじれを使うことができますね。手札のねじれまで含めると5回追加ターンを得ることができると。さあ、一気に削り切って勝利と。OK。
さあ、こちら後手。青マナはないが、これキープしてもいいですね。オパスから3ターン目ミジックスまで確定してるんで、まあ、相手が早いデッキじゃなければなんとかなりそうかなと。はい、白単天使かな。さあ、ねじれをもう1枚引いてしまったのはちょっとあれではありますが、とりあえず1点通って、うん、ダックソース白単、まあライフゲイン要素はありますが、さあ3ターン目どう動いてくるか。はい、戦を止め、さあ相手は天使デッキということで、まあ語り目倒しておきたいんで、次のターン熟達打っていきましょう。さあマグマオパスディスカードから、相変わらず青マナは引かないですが、さあミジックスの熟達でマグマオパスを踏み倒していく。まあ2ドローできるんで、さすがに青マナは引くでしょう。戦を止めと語り部を破壊で、タップはまあ何でもよくて3点と1点から2ドロー、青マナを引かず、これまあ一応あれか、まだマグマオパスがあるんでなんとかなりそうではありますが、まあただ1枚ぐらいは青マナを引かないとちょっと動きづらいですね。さあ4マナ目から、ここは輝かしい天使を出してくる。うん、お、さあ青マナを引きましたね。これ4マナ目ということで、一旦あれかマグマオパス構えて、カウンターも構えていく動きがおそらく良さそうかなと。ここはもうそのままターンを渡していきましょう。まあカンパニーとかだったらね、ちょっとめんどくさいということで、ここは確定でカウンターを構えていきたい。さあ先頭ステップ、うん、まあ殴ってきますね。3点通って残り11点。うん、まあ打っていきますか。さあどこかしらで不屈の独走力を引いていきたいですが、土地345、うん、一旦これタイムワープ打ちますかね。さあ残り22点から1回タイムワープからトライオームを置いて、ここも土地、うん、ちょっと何とも言えない展開になってきましたね。一回反復打ってカードを探してカウンターを構えていくという展開にしますか。ミジックス、まあ悪くはないですね。墓地にマグマオパスが落ちているということで、相手の天使を除去しつつ、2ドロー、さらに44を追加で作ることができますね。まあこれはもう殴っていきましょう。さあ4点クロック通って残り18からミジックスの熟達でマグマオパスをキャスト。で、輝かしい天使を倒しつつ、2ドロープラス、44を作っていくと。まあ、そろそろ、独走力、引きそうな感じはありますが、ただまだ引かず。引かないが、まあ、タイムワープもう一回打って全然勝てそうな感じはありますね。ここ構えてくるカンパニーですかね。まあ記憶の欠落が2枚あるということで、どうとでもなりそうな感じではありますが、ここで投了と。うん、 OK。 さてこちら先手悪くないですね。あとはまあ不屈の独走力を引ければという感じではありますが、物あさりからスタート。相手グルールから、あーなるほど、なんかあれですね、あのエンチャントを全部くっつける
やつですね。なんだっけあれ初めて当たったな、このデッキ。まあカウンター構えとけば大丈夫なんで、おそらくまあ有利は取れそうなマッチアップではありますね。さあティマレット、はい、ジャンドカラーですね。うん、さあここはエンチャントは追放せず、まあトークンを作っていきましょう。2ドロー2ディスカードとトークンですね。これでまあ独創力が引けたら、ロアホールを引いてしまう。まあロアホールドとサメ台風でいいですかね。トップサメ台風、まあとりあえず反復で、はい。さあ独創力を引けたので、このターンはまあブレインストーム打たないんでどっちでも OK ですね。さあ土地を置いてそのままターンを渡していく。まあこれで記憶の欠落を構えつつ、次のターンには独創力でコンボを指導できるということで、まあ大体勝てそうな盤面ではありますね。はい、まさにこれも土地が寝たので、かなり有利な盤面になりましたね。さあさらにエンチャントを捨てていく。うん、まあ大マナを持ってきて独創力を振っていきましょう。まあドワーフを使っていきたいですね。まあこれで2マナ構えつつコンボを、指導させることができるということで、万が一繋がらなかった場合でも割と安全な感じですね。さあとりあえず1回目の時間のねじれ、さあこれが続くかどうか。とりあえずもう1回殴っていく。ブレインストーム、はい、あ、まあ悪くはないですね。さあミジックスが引けたので、ミジックスからもう1回追加ターンが得ることができますね。さあミジックスの熟達から時間のねじれをキャスト。これで2回目の追加ターン、あと1回いけるかどうか。さあとりあえずアタック、はいさあさらにねじれていく。ここでさすがに投了と。 OK、良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。